転送完了しました。よっ、よく来た。敵は手強い。気をつけろ。どうした諸君、こちらはいつ始めても構わぬのだよ。セル、おめえベノムズの仲間になって何企んでんだ。誤解しないでほしい。私は彼らの仲間になったわけではない。一時的に手を組んだにすぎない。利用できるものは利用するだけだ。さあ始めるぞ。シュン、ピッコロ、いっちょやっぞ。おお、なかなかやるじゃないか。注目すべきは孫悟空だけではないようだな。だがこの続きはまた今度にしよう。なんだセル、決着つけずに逃げんのか。孫、よせ。今はセルだけに構っている暇はない。ピッコロの言う通りだ。お前たちの敵はこの私だけではない。心ゆくまでこの混沌を楽しむがいい。私も大いに楽しむとしよう。お前は先にベースキャンプへ戻れ。まだ残ってるベノムズたちはオラたちで何とかできる。おめえは他の奴らの応援に向かってくれ。転送完了しました。やっと来たな。遅かったな。待ったぞ。今回の相手は手強いけど、この3人ならなんとかなるってばよ。大つつきかぐや、すげえチャクラだ。ああ、チャクラとはわらは唯一のもの。我が物顔で乱用するにとどまらず、別の世界へ持ち出すなど我慢ならぬ。助かったといったところだな。ああ、全てのチャクラの元だってんだから強くって当たり前だってばよ。お前は先にベースキャンプに戻って他の奴らの救援に向かってくれ。どこも戦力不足。お前が行けばみんな助かるだろう。かぐやが引いたか。何？いつの間に。これ以上俺の邪魔をするのはやめろ。別に邪魔してるつもりはねえよ。ただお前がひでえことばっかすんのは黙って見てらんねえよ。ヒーローというやつか。虫ずが走る。ヒーローは世界を救う正義のためにならば、俺はその世界を壊してやる。正義を否定し、力が支配する世界を作るために。支配？そうだ、それが
この世界のあるべき姿、力を持つこの俺が世界を作り変えてやるのさ。力だけで世界が作れるかよ。そんな簡単じゃねえ。それがどうした。正義など信じたせいでこの醜い世界に殺された者がいる。彼女たちだけが犠牲になって、他の者たちはぬくぬくと生きていくというのか。何言ってんだ。新たな世界のために。